阿波羅市金津小学校は、福井県市下の森一丁目にある公立、小学校。嵐市立金津小学校は、福井県と石川県にまたがる境北部丘陵地の南独にあり、JR 嵐温泉駅より、徒歩10分のところに位置する。南校舎からは、武田川を挟んで、境平野が見渡せる。児童は、毎年500から600名で、約20クラスで構成される。 大規模校である。児童は、あわら市の金津地区より、徒歩、または、あわら市、コミュニティバスで通学していた。多くの生徒は卒業後、同市内のあわら市立金津中学校に進学するが、一部の生徒は、福井市内の市立中学校や、県内の中学校へ進学する。また、地域貢献の授業に力を入れていて、地域の老人ホームへの訪問や、 武田川河川公園の清掃ボランティアなどを行っている。2008年度で創立135年を迎え、2010から2011年度にかけ、隣接する金津幼稚園を含む校舎を文部科学省の耐震化命令に基づき、改修耐震工事を施した。伸びを鍛えよ心と、体心、いにしえ、東、6日、朝日、新富、天皇、水口、 十日、脇で、上八日、八日、下八日、坂の下、十日山、千足、新洋、馬場、春日、が、橋ばみの木原、中央、北いなこ向こうが丘、若葉台、桜が丘、山室、高塚、西王、山中学、嫁い、木の出。ありがとうございます。